あなたのまだ知らない楽しいがきっと見つかるユンチャンネル。はい、こんばんは、ユンです。ロックンだよ。今日もおすすめの漫画を紹介したいと思います。で、今日はね、最近の戦果の一冊だけなので、もうちゃちゃっといっちゃいますね。こちら、じゃじゃん、松本零士単行本未収録短編集です。これはね、前回だったかな。こちら、蜃気楼奇譚。そういえば松本先生の作品持ってないな。松本先生って言ったら松本二郎なのか、ごっちゃになるね。松本零士って言うか、まあ、松本零士先生の作品持ってないなっていうので、これを買ってみたんですけど、まだ読めてない。墨本がね、ちょっと溜まっちゃってるんだけど、まあそんな折にこれも見つけて、欲しいと思って、もうすぐ買っちゃった。で、これがね、ものすごいペライ。というのも、これね、なんだろう、おまけって言えばいいのかな。ここにね、文、だんだんちっちゃく読めないや。分倍付加、別冊付録で分倍付加って書いてあるんだけど、まあ流れちゃったんだろうね。流通しちゃって本屋さんに並んでて、でそれなりのお値段したけど、やっぱもう欲しくなるよね、こんなん見たら、っていうので買ってしまった。で、初の戦記ロマンだとか、ハーロックが初登場だとか、ハーロックってあれだよね、39に出てくるキャラだよね、あの海賊みたいなやつで、幻の初期作品を収録。こんな帯まで綺麗に揃ってて、こんな煽り文句言われたら誰でも買っちゃうと思う。で、まあ分倍付加のおまけなので、多分手に入れるのはちょっと難しいかもしれない。まあでもこういう作品もあるんだよっていうのをね、まあ知ってもらえたらなと思います。まあ私も読むのが楽しみです。はい、というわけで最近の戦果は以上で、今日おすすめする漫画、意外これね、ご紹介してると思ったらね、してなかった。何かというとこちら、じゃじゃん、とろける鉄工所です。で、これもね、先に言っちゃう。こちら、全10巻でもう完結してます。全10冊だから、そんなにかさばらないと思うし、もしね、気になったよっていう方は、うん、手に取っていただきたいかな。で、どんなお話か、もう鉄工所ってあるように、鉄工所勤務の溶接工の人のお話です。このよっちゃんだったかな、が主人公で、その奥さん。で、このよっちゃんが勤める鉄工所での、まあ日常を描いた、ほのぼのコメディといった感じ。で、ただのほのぼのコメディじゃなくて、かなり人情味があるというか、例えばなんだけど、ちょっとまあ、ちょっとどころじゃないね。だいぶテイスト違うけど、オールウェイズ、三丁目の夕日。見たことないんだけど。あれとか、トラさん、男はつらいよ。ああいうね、人情ものが好きな方には、結構刺さるかもしれない。それぐらい人情味があってね、すごく人間臭い。それでいて、クスッと笑える。そんな素敵な作品になってます。で、基本的には、4、5ページで完結のお話がたくさん載ってるっていう、形になっているので、どこからでも読めるし、気が向いた時にね、パラパラっとね、読むこともできる。なので読みやすいと思う。うん、人情ものでも、あんまり話が濃ゆくて長いのは読みにくいなっていう方なんかにはうってつけ。ショートストーリーがたくさん載ってるっていう形になるので、今日はここまでとかが目安がつけやすい。目安がつけやすい、まあ自分の中でここまでにしようとか、判断しやすい。適切な言葉がわかんないけど、うん、そんな感じ。で、気楽に読める。あともう一つ、先ほどね、このよっちゃんが溶接工だよって言ったと思うんですけど、かなり溶接の勉強になる。
勉強になるって言っても、あの資格が取れるような勉強じゃないよ。溶接工あるあるって言った方がいいかな。なので実際溶接されたことある方とか溶接工の方なんかはめちゃくちゃわかるわって思うと思う。想像私やったことないので、そういったね、溶接あるあるだとか、溶接工ってこういうお仕事でこういうことやってて、でそれにはこういう技術が必要なんだよ、でもやってるとだんだんこういうことも起こるんだよっていう、こういうが多いね。うん、すごいふわふわしてるけど、っていうのがすごくね、噛み砕いて説明してくれてるので分かりやすい。私なんかはね、溶接の世の字も知らない人間なんですけど、ああなるほどな、こういうことがあるんだとか、こういうところで技術の差って出るんだなとか、すごく分かりやすくて楽しく読めました。それでいて勉強っていう堅苦しいことじゃなくて、まあ溶接あるあるかな、まあちょっとした溶接やってるとこんなことがあるんだよで分かる人は分かるわってなるし、知らない人でもああなるほど、そういう大変なことが溶接って実はあるんだっていうのを知りながら、学びながら、体験しながら、体験ではないけど、うん、読むことができる、そんな人情物語。溶接と人情ってつながらないと思うんですけど、いわゆるこの鉄工所が町工場、町のちっちゃい工場のお話なんだけど、その舞台が。でそこに勤める人たちだったりね、その家族の人たちっていうのの人情、そこがねかなりスポットが当てられてて、読んでるとほっこりする、とても素敵なお話でした。で先ほども言った通りね、これ 4,5 ページの短編がたくさん載ってるってお話になるので、一巻だけでも気になったよっていう方は手に取っていただけると、世界観だったり雰囲気っていうのは味わってもらえると思う。うん、おすすめです。というわけでまとめ、じゃじゃん、心がほっこりするほのぼの人情コメディと書きました。これ先ほどから言ってます通りね、このよっちゃんを主人公とした鉄工所の人たちプラスその家族の人たちっていうのの人情物語、とても心が温かくなったりだとか、ちょっとうるっときちゃうようなお話だったり、とても素敵なお話になってます。でお次、溶接について学べるかもと書きました。これも先ほど言いました通りね、溶接工のお話なので、溶接についてのあれやこれや、溶接あるあるっていうのがふんだんに散りばめられてます。なので実際溶接やってる方だとより実感を湧いて親しみを持って読めるだろうし、まあ、溶接知らないよっていう方でもかなり噛み砕いて説明してくれてるので、あ、そういうお仕事なんだなっていうのがとても分かりやすく描かれてます。おすすめ。あ、でもちろん試し読みはね、ロックに探してもらって、また概要欄に載っけといてもらうので、気になった方はまあ一巻、まあちょっと手に取るのを探すのも面倒だなっていう方は試し読みからでもねしてみて、面白そうだなと思ったら探してみてください。はい、というわけで今回はちょっと駆け足になったね、雑談しないとすごいスムーズに話が進むでも雑談好きなんだよ、ごめんねというわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。